西村です。はい、源太です。親父飯、なんとシーズン3始まります。この間ね、生放送なんて初めてそうですねやってみちゃってなんかして、はい、皆様からね、コメントもいっぱいいただきまして、はい、ありがとうございます。打撃でご意見等ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、その中でね、リクエストなんかもいっぱいいただきまして、はい、じゃあ何しようかっていうの皆さん目通させていただきましたんで、その中でじゃあ今回のテーマの発表。テーマなんてやるんですか今回。おテーマ決めてやりましょうよ。マジですか。せっかくです、あんなリクエストくれたんですから。じゃあ決まってないようで決めました。決めたんですね。今回はですね、はい、このご時世、はい、いろいろは言われております。はい、親父飯的 SDGs、 SDGs ですね。で、うん、SDGs ですね。親父飯的 SDGs というのは、持続可能性なんちゃらかんちゃらとか、ね、はい、サスティナブルなんちゃらかんちゃら、いわゆるそのなんて言うんですよ、無駄を省くという、はい、廃棄、フードロスなんかも今問題ですからね。はいはい、そういう意味を込めましてですね、はい、今回はですね、僕はですね、はい、一個のものを特化してそれを最後まで使い切る、でなかなかそれのその一個を特化するっていうか、その一個っていうものは普段あんまり使わないものっていうか、たまたまたまに買ってみたのはいいけれども一回しか使わない、使い切れないのに大量に売ってたりするものありますからね。僕はその中でよくスーパーで見かける生クリームの脇にある、はい、密かにホイップクリームなんて売ってるじゃないですか、はい、生クリームよりも安いホイップクリーム買ったはいいけれども、一回ホイップして、うん、残ったやつは賞味期限が切れて終わって捨ててしまうっていうパターンがほとんどだと思いますが、それをですね、何種類か料理を作りまして、うん、それを1パック使い切ってみようという、そういう今回はその企画でやってみようと。 SDGs ですね、まさに SDGs を、その中でスイーツなんかも作ってみよう。初の親父飯、初スイーツ似合わねー。スイーツダンススイーツだって、どうしよう。あ、そういえばあなたはどうするんですか。私はね、まあ、中華続きできましたから、今回もちょっと家庭的な中華料理、お中華の手を来ました。いやいや、まだまだ、うち大家族だったもんですから、はい、結構大量に作るんですけど次の日まで残るんですよ、はい、だ要はその作ったものを次の日にどういう風に飽きずに食べるか、なるほどね、そういう感じでですね、ちょっと一つのものを二つで使うっていう、うん、試みでレシピやってみようかなと思います。あ、いいですね、はい、飽きないようにね。そうです。ということで、はい、親父飯的 SDGs、 SDGs、はい、果たしてどうなることやら、はい、皆さんどうぞお楽しみに。お楽しみに。